万葉線は万葉線株式会社が運営する路面電車の路線の総称である。富山県高岡市にある高岡駅停留場から富山県伊水市にある六道寺駅までを結ぶ高岡軌動線と富山県伊水市にある腰の片駅から六道寺駅までを結ぶ新港港線の二路線から構成される。両線で一体的に運行されていることから 本校ではこれらを一括して解説する。本路線は、軌道法による、軌道路線である、高岡軌道線と、鉄道事業法による、鉄道路線である、新港港線の2路線で構成されている。両線で一体的な運行を行っているため、全線にわたって、路面電車タイプの小ぶりな電車が使用されている。高岡軌道線区間はほぼ全線が、 道路上を走る平洋軌道であるが、米島口のおち口間が、専用軌道になっており、西日本旅客鉄道秘密線、日本貨物鉄道新港線をまたいでいる。また、中府式、六都島も、専用軌道となっている。米島口駅のそばに、万葉線本社及び車庫がある。腰の片駅で、富山新港の高校を渡る、富山県営都線に連絡する。 小川口駅付近を走るで7070 70、軽現在の高岡軌道線にあたる路線は、富山地方鉄道に、新港港線にあたる路線は、越中鉄道によって作られたものである。1930年10月12日、現在の新港港線区間にあたる、西越の方新港東口間が、開業、12月23日には古市の方から、 西越野方間が開業した。当時は越中鉄道の一部だった。その後、1932年11月9日に東新港駅小川口駅間、1933年12月25日に小川口から新伏木口間が開業した。1948年に現在の高岡軌動線区間にあたる地鉄高岡伏木交換が開業。 当時は、伏木線と呼ばれていた。1951年に、国鉄新港線の旅客営業廃止に伴って、米島口新港間が開業し、伊水線を経由して、私鉄高岡富山機動線西町間の直通運転が開始された。1959年に、高岡機動線が、高岡市内の交通一元化のため、下越能鉄道に譲渡された。 伊水線、富山機動線との直通運転は継続されたが、富山機動線への乗り入れは1961年に廃止されている。1966年、富山新港の建設により伊水線が分断され、高岡側の路線も、下越能鉄道に譲渡されて、新港港線となった。富山市への直通運転ができなくなったことに加え、モータリゼーションの影響もあって、 この頃から旅客は減少に転じた。1971年には高岡市の要請により、不識船が廃止されている。2001年に、下越能鉄道が高岡機動船と新港港船を廃止する意向を表明したため、両船を存続させるべく、高岡市、旧新港市が中心となり、第三セクター会社、万葉船株式会社を設立。 2002年4月に、両線とも同社に移管され、新会社での運行を開始した。全員停留場、駅が、富山県に所在する。高岡停留場、吉久駅間の各停留場、駅と中心港駅は、高岡市に、その他の駅は、井水市に所在する。中心港駅も高岡市と井水市の境界に近く、実質的には、井水市の代表駅となっている。 停留場名、駅名欄の括弧内の名称は副駅名やネーミングライズによる愛称。高岡西高校、高岡第一高校、高岡商業高校の参考は、2013年1月16日に、連名で、高岡市に、高岡市片原町交差点から、北西方向に直進する富山県道64号。 高岡見線の高岡商業高校前まで約 2.1km の延伸要望書を提出した。3校の沿線にはバス路線もあるが本数が少なく満員で乗れないこともあり、生徒たちは帰宅時に高岡駅まで徒歩で向かうことも多く、高岡商業高校校長が他2校に提案しまとまったもので、沿線には3校の他幼稚園の共有。 保育士を育成する、養成所などを合わせて、約2000人の生徒、学生が、また近隣には、工場などもあり、通学通勤客を見込めるとしている。また沿線には、高岡駅から約650メートルの山町筋と、約1250メートル離れた金谷町の2カ所の、国の重要伝統的建造物群保存地区があり、観光客に利用してもらうことによる、 観光の強化、中心市街地の活性化が見込めるとしている。要望を受けた、高岡市長は、検討課題は多いが、実現の可能性を見極めていきたいと返答した。同年1月30日には、高岡市議会新幹線、公共交通対策特別委員会は、片原町交差点から、富山県道64号高岡秘密線と交差する。 国道8号までの 1.5km を延伸した場合、車両費を除き、約38億円の事業費が必要とした。万葉線高岡機動線に関するカテゴリー、万葉線新港港線に関するカテゴリー、下越能鉄道高岡機動線に関するカテゴリー、下越能鉄道新港港線に関するカテゴリー、ありがとうございます。